どうも、水曜イエローのアイスゲートです。まだ水曜っていうのに慣れてないんですけど、はい、本日はですね、こちら、中井町の中井中央公園にやってまいりました。今日ここでお花見のイベントがあるそうなので、見てください、桜えぐくないですか。もうめちゃめちゃ綺麗。皆さん知ってますか、桜の花言葉、精神の美です。心の美しさ、僕にふさわしい。ということで早速リポートをしていきたいと思います。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。あ、今日はお花イベントということで、はい、どういう感じなんですか。今ここにずっと咲いてる桜を、はい、夜ライトアップきれいにします。それで7時から15分間花火を打ち上げて、はい、花火で花火っていうのを。おー、すごい。こちらのイベントいつから。今年が初めてでございます。初？初です。なんで今年やろうと思ったんですか。これが、はい、やっぱコロナ明けで、景気をつけなきゃいけないってことで、はい、我々商人なんで、商人の集まってるとこに何かやろうよっていう、はいはい、その最初の話が花火で花火だろっていうその話で始まったことで、はい、2,3 人でやり始めたら、やろうやろうって輪が大きくなって、はい、このイベントができるようになります。コロナに負けずに景気をつけようと企画されたのが花火で花火。中井町商工振興会の皆さんが準備しました。すごい。だってもうあれだもん、スタッフさん負けしてるもん。やっぱりここ。そうだね。そうですね。はい、暑いんで。そのために1ヶ月、いやもっと前から準備してきたんで、なんとか、はい、なんとかなればなって思ってます。すごい。俺も。会長です。会長。会長。花見の花。花火ということで。ゴロいいですね。ゴロい花火、はい、でもゴロいいけど、うん、みんなが思いつきそうですけど、やってるのは見たことないけど、ね、すごいことないです。ところが皆さんがなんだそんなのみんなで出そうよって言ってくれたんですよ、で会員さんがみんな、あと一般のおばあちゃん、はい、皆さんの寄付のおかげで今日開催されると、はい、すごい。お名前なんていうの。マナちゃんマナちゃん、マナちゃん何歳。3歳。今日お花見楽しみ。桜、ね、お道も出すからね、買いに来てねって。何出すの。金子製麺です。焼きそばです。焼きそば出すの、ね、お手伝いするんだ、マナちゃんゃ下の名前ケイって言うんですか。あの金子ケイって言うんだ。おどう、楽しみ。ケイちゃん楽しみにしかって。どう、恥ずかしいんだねカメラが怖いのか、俺が怖いのかだよね。怖いお兄ちゃん。ちょっと恥ずかしがりよね。恥ずかしいか。桜のライトアップも商工会の皆さんで行います。じゃあこの辺でいいのか。やべやべやべ、ごめんなさい。こっちか、向けんの。桜に向けんだよ。違うね、多分向こうへ向け。そうだと思うよ。下から照らさないと。いや、ね、逆です。え、こうじゃないの。あ、こう。ちょっと足手まといになってしまいましたが、できることを手伝いました。やば、俺マジ好きなんですよ、屋台。うわー、たこ焼きね。やばいよ、花より団子になってる、来てる今マジで。なんか、あ、いいんですか、入って。失礼します。あ、いいんですか、焼くのお手伝い。中井町では職人さんが作ったピザ窯で地元食材を使ったピザを焼こうという中ピッツァプロジェクトがあるんです。僕もピザを焼くお手伝いをさせていただきました。回すんですか。回しながら。ああ、なるほど。え、今高いからもう回しながら。え、むずい。これ溶けるからね。何の。最初7枚。で、こっちがやばい。あ、これ、じゃあこれちょっと買い取ります。失敗1枚。こっち成功したんですけど、このまま、すみません、お願いします。
早速自分で焼かせていただいたピザいただきます。いただきます。うまっ。うまい。チーズ甘くてうまい。いいですね。でなんか俺屋台とかでこういうのでピザってマジでなくないですか。それ嬉しいですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんで来たの？食べるためだよ。食べるんだって。けいちゃん一つもらっていい？一つ入って渡して。ありがとうね、まなちゃん。こっち入って。こっちどこで食べれようか。ここ。人参入ってる。ちょっと珍しい。具沢山だね。具沢山ですね。すごい、人参とキャベツと。あんま人参を見ないかも。いただきます。熱くて美味しいでしょ。うん、うまっ。あ、な、いとちゃんバイバイ。いとちゃんバイバイ。もちもちしてます、すごい。うまっ。ソースも甘くて、麺もちもちで。まなちゃんちの人参も甘かったんで、めちゃめちゃうまい。うん、おいしい。おいしい、まなちゃん。うん。なんで夜にならない？なんで夜？それはね、まだ夜にならない。まだね、太陽が出ちゃってるの。太陽。今年4歳のまなちゃんはコロナ禍でこれまで花火を見たことがありませんでした。だから初めての花火を心待ちにしていたんです。めちゃめちゃいいじゃん。ここすごいね。マジで。お、入った？お散歩。お散歩？お散歩どこ？どこまで行くの？抱っこして。抱っこする？抱っこの仕方ってこれで合ってるんですか？合ってると思います。オッケー。ケイも映るケイも、はい、はい、チーズ。見たい。見たい？あとちょっとだよ。ケイも見たい。あとちょっと。なんだこれ、上がらないとやだ。お月様が出てきた。さあ、お月様はどこにあるでしょう。あそこ。お、すごい。え、あの、なんだろう、街でやる単位の花火のレベルじゃないと思います、本当に。ちゃんと花火師さんの感じが。花火の打ち上げはプロの花火師、思ってなかった、ファイアート神奈川の皆さんが担当していました。中井町の皆さんとお花見にふさわしい花火プログラムを考えてくれたんです。おー、こういう時ね、たまやーって言うの。たまやって言ってみ。そう、た、もう一回大きい声で、たまやって。たまや、そう、たまやー。いいね、まなちゃん、たまや覚えたよ。たまや、たまや。終わったとき、たまや。大丈夫か。大丈夫大丈夫。
桜も綺麗ですね。人生初めての花火、打ち上げ花火どうだった？ここに今カメラさんある。どうだった？楽しかった。楽しかった？綺麗だった？よかった？イエイ。お兄ちゃんらしく最後な。ね。よく頑張ったわ。ちょっと待って。足痺れてる。オフはダメよ。オフじゃダメ。今無理だよ。今出すの無理だよ。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。今日一日イベントを終えたんですけど、はい、どうでしたか？いやもう素晴らしかったです。はい、私自身も、はい、感動しました。あ、いや、皆さんに感動してほしいと思ったんですけど、はい、自分が感動しました。どこで見てたんですか？いや僕はそこのちょうど、はい、あの通行止めにするとこがありまして、はい、そこで桜がちょうどライトアップしてる真横に花火が上がって、はい、桜と花火が重なってました。あ、最高ですね。最高ですね。僕もそのやっぱ周り終わった瞬間皆様の拍手だったりとか、はいはいはい、もう本当に皆さんが喜んだのはすごい伝わったので、ね、本当にとても素晴らしいイベントだなと思いました。いや、ね、いやでも素敵な花火でしたね。あ、本当に素敵な花火で、はい、ぜひ来年できるように私は頑張ります。お、はい、このイベントがずっと続くように。そうです、はいはい、で本当に皆さんがまた毎年毎年感動して思い出に残って、子供さんがあの時にこういうふうなことがあったねっていうような話をしてもらえたら嬉しいですね。はい、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。早瀬の総括。いや本当に最高でした。この桜と花火っていう組み合わせが最高でした。本当にこの夜の美しさと桜の儚さと花火の儚さが相まっても最高でした。そしてこの地元の方がやっぱ本当に協力してこのイベントを今年初で頑張ったっていうのがすごい伝わってきたので、地元愛も感じられて本当に最高に楽しかったです。そして素敵なね、まんなちゃん、けいくんの ご家族にもあえて一緒に見させていただいて本当に素敵な時間を共有できました。本当にありがとうございました。